はい、どうも、はじめまして。自己紹介動画を作れということでね、まずは僕が最初に、多分最初だと思うんですけど、自己紹介をさせていただきます。ということでね、まず自己紹介をさせていただきますと、私はですね、UGP の方で、シナリオ班の班長を一応、僭越ながら務めさせていただいております。赤鈴でございます。よろしくお願いいたします。ですとですね、まあ、年齢は、まあ、多分、ね、UGP の中でも結構いってる方でしてね、今年で31歳になりました。はい。おっさんです。はい。すいません。ということでね、まあ、一応、生年月日は1985年の5月の11日生まれでございます。まあ、趣味といたしましては、まあ、そうですね。まあ、ドライブに行ったりとか、あとはまあ、たまにブラッと旅行に行ったりとか、ちょっとまあ最近は行けてないんですけど、まあ、あとは本当に、小説を書いたりとか、まあ、自分の体験談的な、エッセイを書いてみたりとか、あとは何ですかね。まあ、あとは、そうですね。あとはまあ、そのスマホのゲームをしたりとかね。まあ、最近やったら、ドラゴンクエストモンスターズスーパーライトっていうんですか？を、なんか同級生がしてるっていうもんで、お前もやれやって言われて、はいってことで、まあ、することになって。あとはまあ、そのタワーオブプリンセスっていうね、アプリがあるんですけど、それをね、ちょっと知人から勧められて、それをちょっとやるようになって、まあ、それもちょっとたまにしたりとか。あとはね、ちょっと最近、三振をね、何を思ったか勝ったもんでね、それを ちょっとまあ、たまにちょっと今、仕事から帰ってきてからとか、休みの日とかにちょっと引いたりとかしてて、とか、あとはまあ、たまにストレス発散でカラオケに行ったりとか、ですかね。あとは本当に、あれですね、飲みに行ったりとか、そうですね、たまに、してます。はい。まあ、UGP ではね、いろいろボイスドラマとか、あとは、そうっすね。まあ、主にボイスドラマかな。あとは、声劇の脚本を書いたりとか、もやらせていただいておりまして、まあ、最近ではね、今日の一句とかいうようにね、五七五の、俳句をね、ちょっと読んでほしいっていうことでね、三線を弾いて読んでほしいっていうことで、昨日かな？昨日、正確には昨日、アップロードさせていただきまして、まあ、20秒ぐらいのね、動画なんですけど、僕が考えた俳句を僕が三線を弾いて読むっていうね、かなりシュールな動画を投稿していただきまして、あとはね、ちょっと企画で、まあ、UGP のチャンネルの、コンテンツをもっと増やそうと、今結構みんなで、案をちょっと出し合ってるところで、その中の一つでね、僕が書いた、その怖い話を誰かに朗読してもらって、それをアップロードするっていう、その企画もね、今ちょっと、進行中なんでね、ちょっと皆さんお楽しみにしていてください。多分、今一応3作ぐらい一応怖い話を書かせていただいて、もう一つ、もう多分近々そのうちの一つをね、アップロードできそうなんで、はい。まあちょっとね、それもお楽しみにしていただければと思います。ということで。まあね、あとはね、そうですね。あとは、そうですね、最近ね、あれなんですよ。最近っていうか、今年の1月からちょっと新しい犬をね、私事ではありますが、飼わせていただきまして、シーズーなんですけどね、メイちゃんっていう、すごく可愛いんですよ。毎日で癒されてて、本当に可愛いんですよ。犬バカですけどね、まあ本当に可愛いんでね。あとは本当に、まあ、SNS に関しては、ツイッターもやってますし、まあ、LINE もやってますし、Google プラスもやってますし、Facebook もやってますし、あとはスカイプとか、あとはまあミクシーとか、モカとか、いろいろね、やってるんですよ、こう見て。あとはまあ本当に自分で個人のネットラジオやったりとか、あとはまあ個人のブログをやってたりとか、あとは UGP の中でもね、推しプっていうね、最近、昨日かな？昨日かな？からちょっと始まった、ラジオ新番組もね、始まって、それにもちょっとなんか出演させていただいてたりとか。まあ、それは大体2週間に1回とかの多分放送になるんじゃないかって今ちょっと言われてて、2週間に1回ってやったかな？
っていう感じでちょっとアップロードしていく、それもアップロードしていく予定なんで、そうですね。まあ、自分の個人のネットラジオではね、まあ、いろいろドライブ放送とかしたりとかね、そのドライブしてるところを、そのタブレットで生放送するっていうね、やつをやらせていただいたりとか、あとは本当に、ネットゲームの実況をやったりとか、あとは本当に、普通の、なんていうんですか、普通のパソコンゲームの、実況もたまにやったりとか、もうね、たまにね、してるんですよ、こう見えて。昔はね、ニコニコ動画で、まあ、今やってないですけど、ニコニコ動画で、ゲーム実況の、あれもやらせていただいたりとか、もう自分のチャンネルもね、あったんですよ、ニコニコ動画で。まあ、今はもう全然、もうほ、あの、放置してるんで、もう全然、機能はしてないですけど、まあ、昔そういうのもやってたんで、まあ、いろいろね、やってるんですよ。で、今、まあ、今後、僕が、その UGP で、そのシナリオ班班長として、まあ、やりたいなって思ってることは、まあ、そうですね。本当にね、いくつかあるんですけど、一つは、その即興ドラマみたいなのをね、やりたいなと思ってて、もう台本とかなしで、もういきなり、もうカットなしで、もう台本なしのドラマを、2人か3人ぐらいでやるんですよ。それをね、ちょっとやった、UGP のみんなとやりたいなと思って、で、それを、その録音したやつを、その YouTube にアップするっていう。これ絶対面白いと思うんですよ。前ね、笑福亭鶴瓶さんがね、なんかテレビで、なんかやってたんですよ。その即興ドラマみたいなのを。俳優さんとか女優さんと、その鶴瓶さんが1対1で、もう台本なしのドラマをやるっていうね、あったんですよ。まあ、今は多分もう放送してないんですけど、それをね、昔見て面白いなと思って、それをね、UGP でもやりたいんですよ。で、絶対ね、面白いと思うんですよ。だから、ほんで、もう、編集とかなしで、もう本当に、もうミス、もう、噛んだら噛んだで、もうミスったらミスった、ミスったで、そのまんま放送するっていう、まあ、カットなしで、しかも即興で台本なしのドラマをやりたいんですよ。UGP のみんなと。これ絶対面白いと思うんですよ。絶対。だってですよ、もう編集しても完全にもうミスなしの、もうハプニングなしのドラマって正直面白くないじゃないですか。ハプニングがあって、もうどうなるかわからんようなドラマって絶対面白いと思うんですよ。絶対面白いと思うんですよ。あともう一個やりたいやつがあって、いつかですね、UGP のみんなとオフ会みたいなのを開いて、その時に、まあ、いつでもいいんですよ、これは。いつでも、まあ、本当に将来的に僕が本当にやりたいなと思ってるだけなんで、本当のドラマ、だから、ボイスドラマとか、ラジオドラマとかじゃなくて、もう本当に人間が演じてるドラマを、だから、要は、テレビドラマ的なやつを UGP のみんなとやりたいなと思って、だから本当に、まあ、スマホでも何でもいいんですよ。カメラで、録画してる人がおって、で、まあ、シナリオを書く人がおって、で、何ですか、まあ、監督さんがいて、ほんで、演じる人が、まあ、2、3人か3、4人ぐらいおって、それで演じるっていうね、っていうのをね、UGP のみんなとやりたいなと思っとって、絶対ね、これ面白いと思うんですよ。だから、いろいろ創作団体あると思うんですよ。でもね、本当のドラマをやっているとこって結構少ないと思うんですよ。だから本当に人が演じてるドラマをやってるとこって結構少ないと思うんですよ。だから、まあ、ちょっとこれをね、UGP のみんなといつかやりたいなって、ちょっと密かに思ってて。ちょっとこの2つはね、ちょっとね、やりたいなって思っとって、あとは本当に、あれですね、今やってる怖い話のやつをちょっといろいろどんどんアップロードもしていきたいですし、まあ、僕自身もね、ちょっと朗読とかにチャレンジしたいなと思ってますし、まあ、今後はね、その僕もシナリオだけじゃなくて、いろいろ声優、まあ、自分、関西圏出身なんで、関西弁はいけるんで、関西キャラなら声優チャレンジできるんで、まあ、声優にもね、もし機会があれば、チャレンジしたいと思ってますし、だから本当に自分ができることは全部したいんですよ、僕は。マルチに。なんで、ちょっとね、
熱く語るようで、ちょっと熱苦しいと思うんですけど、ちょっとしたいろいろしたいなって思っとって、そうなんですよ。だから、シナリオ班ですけど、いろいろ、絵はちょっと本当に自分、絵心ないんで、無理ですけど、本当にマジで、無理ですけど、声優とか、なら、頑張れば、気合で頑張れば、やれることはあると思うんで、やらせていただきたいですし、自分のできることは本当に全部やらせていただきたいんで、ちょっと今後もね、UGV のみんなと一緒に力を合わせて頑張っていきたいと思ってます。ほんで、UGV のチャンネルもね、チャンネル登録者数もどんどんこれから増えていって、いつか、チャンネル登録者数が100人を超えて、Ustream のスタジオがもし使えるようになれば、みんなとね、スタジオで踊りたいなと思ってるんで、そしたら皆さん一緒に踊りましょう。ということでね、以上、シナリオ班班長の赤須でした。ご清聴ありがとうございました。失礼します。